はい、箱を開ける動画ですね。こちら株式会社セガ様から届いた荷物なんですけど、いやこれ途中まで開けてるんだけど、ちょっと見てくださいよ。これ開けますよ。いや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 、マジで爆弾来たじゃん。びっくりしたよ。ちょっと随分露骨に来たね今回は。なんか今まで何回もさ、ちょっと冗談めかしてセガから爆弾送られてきたかもしれないとか言ってきたけど、マジで送ってくるとは思わなかったもんね。これもどう見ても爆弾でしょ。言い逃れできないよこんなの。一応音はしないな。え、これん、これどうやってついてんだ。ちぎっていいかな。いやこれタイミング的にあれですよね、龍が如くセブンガイデン名を消した男が発売されたので、まあ発売記念の非売品みたいなものを送っていただいたと。まあ龍が如く維新極みの時とかもこういう動画撮りましたけど、これはでもちょっとマジで爆弾っぽくて怖いな見た目が。まあこれはあれだよね、なんか作中に登場するものをモチーフにしてるんだよね多分。まあ今までいただいたものもそうだったんだけど、なんか新選組の何かとか維新の時はね。これまあちょっと開けていいですかもう。いやでもね、なんか俺あまりこの名を消した男の情報を入れないようにしてるんですよね。だからなんか見てもあんまりピンとこないと思うんだけど、もうちょっともうすでに何にも分かんない。ちょ、これ何、これ以上開かない感じ。この直角が可動限界。ちょっとこれなんかもう見せ方難しいな。いやまああまりそうね、プレイ前だから情報を入れないようにしてるっていうのはあるんですけど、ただなんかあれらしいね、桐生さんエージェントみたいなことをするらしいね。聞いたところによるとね。これドローンか。あ、ドローンだ。ジャッジアイズで八神が使ってるような感じのドローンがある。こういうのも桐生さんも使うってこと。桐生さんって言っていいのか分かんないけどね名を消した男なんだから、その名前は名乗っちゃいけないはずなんですけど、ドローンとそのなんだろう、リモコンかな。でもなんかすげえな、すっごい凝ってる。これ非売品なのもったいないと思うけどな、いつも思うんだけど。高くても買う人いるでしょ。なんだろうな、これはもうちょっとわかんねえんだよなどうしよう。いやプレイ前で何もわかんないからさ、前に龍が如く維新極みの時にこういうのをいただいた時はさ、極みじゃない方の龍が如く維新はすでにやってた状態だから、これが何にちなんでるかとかちゃんと分かってたわけだけど、これマジで何にも分かんないからさ、これなんか通信機みたいなもんなのかな。これなんか耳にかけるようなパーツもあるんだけど、これ組み合わせて通信機みたいにすんのかな。なんかこういう、これ合ってっかな。これ合ってます？これ合ってんのかな。まあこの通信機みたいなものと、あとは、いやどうしよう、そう維新の時と違って本当に分かんないから、その保険かけるためのタイトルとかじゃなくて、マジで箱開けるだけの動画になっちゃいそうなんだよな。ちょっとこの包まれてるやつとか開封してもいいか。一応近くで見せとくと、これがさっきのなんか通信機みたいなやつ。これ耳にかけるパーツなのかな。でこの細けえ袋に入ってんのがなんだ。ちょっと本当に見当もつかないのはやめてほしいな。これはでもこれなんかの部品の一つだよね。これ単体で何かするもんじゃないよね。一応これもアップにしとくけど、これがドローンのようなものと、そのリモコンと思われるものだね。あとなんだこれは、なんかスマートウォッチのようなものが、はい、なんだ違うのかな。なにこれ、嘘だろ。なんかちゃんと乾電池が入ってるデバイスがありますね、東芝の。これはだから電池入ってんだから、実際に何か稼働するってことだよね多分、組み合わせたら。ドローン飛ぶ？ドローン飛ぶのか。いや飛びはしないよな。でもなんかこのさっきのなんかわかんねえっつってたやつ、ドローンに差し込むとこあんだよ。こう。いや、まあ、こっから先どうするかは分かんないよ。あ、でもなんかよく見たら電源ボタンみたいなのもあんな。これなんかちゃんと組み合わせたら、なんか動くのかな。うわ。いいもん入ってんな。これは、キルさんがかけてるやつでしょ。このサングラス。あの人サングラスかけるだけで変装できてると思い込んでるからね、いつも。まあそうだな、名を消した男でも、なんかグラサンかけてる姿、なんかの映像でちらっと見たことあんな。グラサンは分かりやすいアイテムだったな。いや、ほんともう机の上が散らかってく。謎のパーツで。あ、このなんか小袋に入ってんのはあれかな。ドローンの予備のプロペラとか入ってる感じだな。びっくりした。もうそんなつもりじゃなかったんです。なにこれもう、これちょっと映ってる、この光ってんのちゃんとカメラで捉えてるかな。なんか点滅してんの、コードが。これ止め方が分かんないんだけど、電池抜くまで止まんなかったりする。あ、もう一回押したら止まらねえな。なんかこのリモコンにつながってるコードがボタンを押すと光るんですね。で押すと点滅したりして、何回か押してると止まる。なんかこういうものなんだけど、まあこれも使うんだろうね、多分作中で。これ桐生さんが使うってことなのかな。いや、マジでなんかエージェントみたいなことするんだな。拳とポケサー以外の道具使えんだね。まあこれ今プレイ前だからピンとこないけど、まあ、実際にプレイしたらわかるんでしょうね。いや、そうなんだよな。これせっかく送っていただいたから紹介しようかなと、紹介した方が喜んでくださるかなと思ってこれ開けてるんだけど、やっぱりそうだよね。プレイ前に見てもピンとこないものが多いよね。今んとこグラサンしかピンときてないもんね。ドローンはこれわかんねえな。飛んだりすんのかな。あ、これは衣装か。あ、わかりやすいアイテムきたな。ネクタイだ。名を消した男の中で桐生さんがつけてるネクタイってことでいいのかな。で、これはもう衣装だ。一番下に入ってんのがこれジャケットかな。ジャケットじゃん。本当にちゃんと作ってんな。いや、維新極みの時にいただいたやつも新選組の羽織とかあったもんね。これはいいな。作中で着てるジャケットとネクタイってことだ。どういうことだ。何がいいて、こういうことかな。これ今どう映ってるか俺よく分かんないんだけど、グラさんのせいで。こういうことをするってこと。いや、これはなんか攻撃するあれなのかな。なんかそれっぽいけどな。くらえ釣りみたいになっちゃった。なんか抵抗する相手を拘束する道具なのかなって思ったけど、なんか電気が走ってるみたいな感じするからさ。この点滅どう使うんだろうな。これが名を消した男装備一式ですね。どう？嘘だろ。なんか入ってるもの一覧みたいな紙が入ってる。嘘だろ。ちゃんと説明してくれてる。まあ説明してくれてるって言ってもあれだな。なんかそんな別に補足して言うようなこともないのかな。ドローンの説明書あんじゃん。ちょっと待って、これ飛ばせるってこと。うわ、なんかボタン電池とか入ってる。うわ、なんかボタン電池とか入ってる。あ、これちゃんとなんかしたらあれか、飛ばせんのか。飛ばせんのこのドローン。ちょっとおい、話が変わってきたぜ。もうなんか一通り見たからこのまま終わろうかと思ったけど、ちょっと待ってね、一旦この辺片付けますね。びっくりしたぜ。ピって、ピピピピはあ何言ってんだこいつ。あ、なるほど。うわー、びっくりし、いちいちびっくりすんだよ。はうわー、びっくりさせないでくださいよ。え、うわー、うわ、おい、あ、ちょ、カメラがすいません、ちょっとドローンを操ったことがないもんで、八神探偵のようにはいかないんですけど、びっくりした。本当に狙ってないのにカメラの方吸い込まれるように飛んでったからびっくりしちゃったけど、うわ、すげえな。でも飛ぶんだなあ。おい、全然わかんない。あ、もうすごい、もう、うわ、画角の外、画角の外、画角の外で飛んでる。ああ、大丈夫か。ちょっと待ってくれよ、八神探偵みたいに飛ばしてよ。いや、ちょっとこれ難しいな。いきなりで思い通り飛ばすのは難しいな。八神探偵みたいにスマートに飛ばしたいけど、こうして、まあこうやって浮かび上がるのは分かったけど、はいはい、ああ無理。程よくホバリングさせたいんだけどさ。はい、いや、もう、あっち行っちゃうのよ、あっち行っちゃうのよ。え、何、どう飛ばした後であれなんだけど、本機は飛行許可申請等が不要な本体重量 100g 以下のトイドローンですと書いてますね。まあ別に家の中だったら問題ないよな。あ、いいぞいいぞいいぞ。ちょっと、あ、ちょっととどまってる。それだ。あ、いいぞいいぞいいぞ。ホバリング、あ、ホバリングできるようになった。あ、いいぞいいぞいいぞ。ちょっと分かってきた。前行くな前行くな。戻れ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 。あ、でも戻りすぎても怖い。俺に当たる。あ、楽しいな、ドローンって。へえ、あ、こういう感じなんだ。マジで初め何この面白い映像。こういう感じなんだな。へえ、ちょっと待って、これ安全に着陸させるにはどうしたらいい？不時着しかしてないからさ、今んとこ。ちょっと待って、戻りすぎずに戻ってこい。こっから油断すると前進んでいくんだよ。どう？なんだよこの映像。というわけでセガ様から素敵なプレゼントをいただきましたね。ありがとうございます。すいません、爆弾じゃなかったですね。でもまあ今ロストジャッジメントをちょうどやってるところなので、名を消した男を俺がやるのはまあ結構先になると思うんですけど、まあ本当に長いこと勝手に実況してきただけの人なんですけど、よくしていただいてありがたいなと思ってますね。まあ牛沢の動画を見て最新作に興味を持ったという方が増えてくれたら嬉しいなと勝手に思うところであります。すいません、いつも締めるの下手くそなんですけど、はい、ありがとうございました。